酔いしれた。酔い知れたかな。休み、子猫ちゃんたち。休み、子猫ちゃんたち。やれやれ、手こずらす。
りの美酒って。これぞ勝利の美酒って。やれやれ、手こずらせて。
それ酔いしれたか。おやすみ、子猫ちゃんたち。酔いしれたかな。Thank you.
お疲れ様です。無事に目的を達成できたみたいですね。何か依頼を達成したら。これは皆様、グランアリーナへよ。一度中に入ったら試合終了ま準備の方はよろしいでしょうか。かしこまり、皆さんの控え室はほう。それでは。はあ、私たちだけだとめちゃめちゃ広く感じるわね。団体競技やサーカスなんかもできるよう作られた場所だからね。昔は大型魔獣との戦いなんていうイベントも行われていたみたいだよ。へえ、だからこんなに大きな控え室になってるわけね。帝都のオペラ劇場に比べると設備の面では物足りないな。
野外コンサートなんていうのも悪くないかもしれないね。何の話よ、何の。しかし今日はどうやら早く来すぎちまったようだな。考えてみりゃ一試合だけだから始まる時間は遅いはずだ。え、そうなの？試合が始まるまでただ待ってるのは退屈かも。だったら試合が始まるまで場内を散策してこようか。うん、そうね。ジンさん、オリビエ、私たち散歩に行ってくるわ。ああ、時間までには戻ってこいよ。へえ、どういう風の吹き回しだ。お前さんのことだからてっきりついていくと思ったが。いやね、二人の雰囲気が少し変わったような気がしてね。あれは何か進展があったと見たね。ほう、よく見ているじゃないか。確かにあの二人この大会に妙なプレッシャーを感じていたみたいだが、今日はどこか吹っ切れたようないい表情してやがったな。いや、若いもんは羨ましいね。でもまだまだ仕込みは不十分といったところかな。もう少し進展した方が美味しくいただけるに違いない。からかいがいがありそうだ。やれやれ、悪趣味だね。どうしたの？ひょっとして体調が悪い？ううん、なんだか邪悪な意志を感じて人を出しに楽しんでやろうという調子に乗った横島な意志を。なんとなく誰だか見当はつきそうだね。あれ、クルツさん、どうしたの？ああ、君たちか。いよいよ決勝戦だな。いい試合を期待しているぞ。うん、任せて。ってクルツさん、なんだか顔色が悪くない？そうですね、真っ青な顔をしていますよ。いや、さっきからめまいがしてね。おかしいな、体調は悪くないんだが、あの時の後遺症か。後遺症ってまさか昨日の試合の？違う違う、3ヶ月ほど前の事故さ。仕事中に失敗したらしくて、あちこちに怪我を負ってね。仕事に失敗したらしい？ずいぶん曖昧な言い方ですね。ああ、恥ずかしながら事故前後の記憶が曖昧でね。どんな仕事をしていたのかスポッと忘れてしまったのさ。医者は事故のショックじゃないかって言ってるんだが。そうだったんだ。でもそんな状態で出場しちゃってよかったの？さっきも言った通り、もう体の方は本調子でね。うん、君たちと話しているうちに気分も良くなってきた。もう大丈夫だ。そう？確かに顔色が良くなってきましたね。でも無理はしないでください。ありがとう。君たちこそ決勝戦頑張ってくれよ。今日はみんなで君たちの応援に回らせてもらうぜ。遊撃士の代表として恥じない試合を期待しているからな。いや、あんたたちいいかい？リラックスしていつも通りにやればいいんだ。気負うことはないんだからね。いや、新人君たち、相手の強さは相当なものだけど勝ち目はあるはずだよ。君たちならきっと大丈夫。応援してるからね。Thank you.
エステル君、ヨシア君。あれ、アルバ教授。見に来てくれたんですか。君たちにはいろいろとお世話になりましたからね。その恩人の晴れ舞台ですから。ありがとう。でもよくチケットを買うミラなんかあったわね。いや、それがですね、資料館の館長さんが急な用事で見物に来られなくなってしまいまして、それでそのチケットを譲っていただいた次第なんです。なんだ、やっぱりロハか。申し訳ない。ですが応援する気持ちは他の方には負けませんよ。どうか頑張ってくださいね。うん、任せて。精一杯頑張ります。飛び上がりたいくらい興奮してきちゃったよ。どうどう、落ち着きなさいってば。落ち着いて集中しないとベストショットを取り逃しちゃいますよ。えへん、心配ご無用だもん。私、落ち着きのない時の方がいい写真撮れるみたいだから。むしろその方が自然体みたい。そうなんですか。さすがドロシー、とことん規格外の才能ね。お、そこにいるのはエステル君とヨシュア君か。あ、クラウス市長。どうしてこんなところに。いやー、久しぶりじゃの。シェラザード君から話を聞いて王国各地を旅しているのは知っておったが、二人ともしばらく見ないうちにいい顔つきになったじゃないか。ありがとうございます。自分じゃあんまりわからないけど、市長さんの方は相変わらず元気そうね。ちょっと安心しちゃったわ。まだまだ若い者には負けてはおれんよ。それよりも武術大会に出場して決勝まで行ったそうじゃないか。年甲斐もなくつい見物に来てしまったよ。え、見物のためにロレントから来てくれたの？いや、そうじゃないんだ。実はグランセル城の晩餐会に突然招待されてしまってな。それで今朝の定期船で王都に到着したばかりなんじゃ。お城の晩餐会？なるほど、そうだったんですか。その晩餐会、デュナン公爵に招待されたものじゃありませんか。よく知っておるの。もともと生誕祭の式典には夫婦で出席するつもりじゃったから近いうちに来ていたはずじゃが、いきなり軍の女性士官がやってきて晩餐会に出るよう要請してきてな。その女性士官ってカノーネ大尉だね、きっと。ただミレーヌのやつは旅行の準備が整わなくてな。仕方がないのでわしだけ先に来たというわけじゃ。そっか、ミレーヌおばさんは来てないんだ。あの市長、実は僕たちももしかしたらその晩餐会に出るかもしれない。
ほど、そういうことになっていたのか。陛下がご不調の折の晩餐会などあまり出たくはなかったが、君たちが一緒なら気が紛れるというものじゃ。こりゃますます君たちに勝ってもらわなくてはならんの。うん、わかったわ。ご期待に添えるよう頑張ります。それじゃあ私は観客席の方に行っておるよ。頑張ってな、エステル君、ヨシワ君。まさかクラウス市長も晩餐会に出席するなんて。ってことはメイベル市長なんかも呼ばれてるのかしら。可能性は高そうだね。多分有力者たちを集めて話があるんじゃないかな。まあいっか。なんとか試合に勝って晩餐会に出ればわかるもんね。うん、そうだね。そろそろ控室に戻ろうか。うん、了解。一緒に来てるみたい。そうだね。公爵のお供のついでに部下の試合を見に来たのかな。おお、あれが巷で人気の王国軍情報部のリーダーか。男前だが風格を感じさせる、なかなかの人物みたいだな。まあ確かにそうなんだけどね。うん、ボースで見かけた時からさらなる風格を漂わせるようになったみたいだね。こうなっては仕方ない。このオリビエ・レンハイムのライバルと認定しようじゃないか。あんたにライバル視されてもね。始まるみたいだよ。皆様、大変長らくお待たせしました。これより武術大会本戦。予選開始から1週間にわたって開催されてきた本日をもちまして、勝利と栄光をつかむのは。それでは決勝戦のカードを発表させていただきます。南青の組、カルバード共和国出身。北赤の組、王国軍情報部特務部隊所属、ロランス将。よっしゃ、出番ね。いよいよだ。今回ばかりは本気で行かせてもらうよ。泣いても笑ってもこれが最後だ。気合を入れていくぞ。しかしチームの半分が青さの取れない少年少女とは、所詮我々の敵ではなさそうだ。侮るな。その少年たちは遊撃士協会の人間なのだぞ。え、すると報告にあった。その可能性もある。くれぐれも気を抜くな。は、了解であります。ほーら、何ごちゃごちゃ言ってるのよ。エステル君、多めに見てあげてくれたまえ。そんな仮面をつけるくらいだから、よほど自分の顔に自信がないのだろう。僕の芸術的な美貌をやっかんでこそこそ陰口を叩くのも無理はないさ。どうしてそうなる。都合のいい解釈をするな。あの、ロランス少尉と言いましたね。何かな少年。ヨシア、あなたの立ち筋は。いえ、どうか。こちらこそお手柔らかにな。ほら、おしゃべりはそのくらいにしておきな。そろそろ始まるぞ。これより武術大会決勝戦を行います。両チーム開始位置。エイ
リドスも勝負始め。美の神髄よ。はっそれ行くわよ。これで終わりだ。おやすみ、子猫ちゃんたち。勝負あり。青の組、陣チームの勝ち。バカな。襟抜きの特務部隊を代表する我々が負けるとは。やられたな。やったー！勝った。勝てたのか。さすがに疲れたね。それではこれより優勝チームに公爵閣下の祝福の言葉が贈られます。代表者ジン・バセック選手、どうぞ前にお進みください。近くで見ると本当に大きいのだな。同胞人というのは皆そなたのように大きいのか。いや、自分は規格外ですな。幼き頃よりよく食べよく眠り、鍛えていたら自然とこうなりました。生来物事を深く考えない立ち上、図体ばかり大きくなったのでしょう。なるほどな。気に入ったぞ。人とやら賞金10万ミラと晩餐会への招待状を送るものとする。ありがたき幸せ。そなたとそなたの仲間にエイドスの祝福と栄光を。さあ、親愛なる市民諸君、勝者に惜しみない拍手と喝采を。面白い者たちが優勝することになったものだな。まったく、恥を知りなさい、ロランス少尉。あのような者たちに遅れを取って閣下の顔に泥を塗るなんて。日頃のふてぶてしい態度はどうやらこけ脅しだったようね。恐縮です。カノーネ君、そう責めないでやってくれ。実は私の方からロランス君に全力を出さないように頼んだのだ。情報部はその性質上黒子の役に徹せねばならない。今回のように花のあるチームが優勝する方が望ましいだろう。なるほど。公爵閣下もあの東方人を予想以上に気に入られた様子。目くらましにはもってこいですわね。しかし今年の大会は残念だったな。親衛隊のシュバルツ中尉や
モルガン将軍が参加していればもっと華やかになっただろうに。おたわむれを。そういうことなら閣下ご自身が出場なさればよろしかったのに。あの孤爵なユリアなど足元にも及ばぬ腕前なのですから。私はそれほど自信家ではないつもりだよ。本気を出したロランス君にはあまり勝てる気がしないからね。オターブレオ、閣下は少々私のことを買いかぶりすぎているようだ。軍人とは名ばかりの両兵上がりの武骨者にすぎません。これでも人を見る目は確かなつもりだ。君に対抗できるとすればそれこそあの男くらいだろうな。その彼のことですか。このままでは彼の子供たちがグランスル城に入ってしまいますわ。何らかの措置を講じましょうか。放っておきたまえ。公爵閣下が約束してしまったことだ。今さら遊撃士協会が介入しても計画が止まることはありえない。ですが、ロランス君、計画の進行度はどのくらいだ。現在 90% を超えました。一両日中には最終地点へ閣下をご案内できるかと思います。よし、いいぞ。王国の夜明けは近い。たとえ逆賊の汚名を受けても必ずやこの手で明日を切り開くのみ。ロランス少尉ってのも想像以上に手強かったし。うん、よく勝てたと思う。今でも信じられないな。気に入らんな。え？いや、なんでもない。それよりも晩餐会ってのは早速今夜あるみたいだな。結構遅くまであるらしいから部屋も用意してくれるみたいだぜ。やれやれ、太っ腹なことだ。オエラン型と同席というのは堅苦しいような気もするが、やはりリベール宮廷料理にありつけるのは楽しみで仕方ない。今から想像しただけでもよだれが出てしまいそうだよ。ジュルリ、出てる出てるってば。オリビエさんに関しては何のプレッシャーもなさそうですね。それでは行こうじゃないか。僕たちをもてなしてくれる愛と希望のパラダイスに。そうことが運ぶと思うか。はっ、君は貴様というやつは毎日毎日ふらりと出かけて何をしているのかと思えば、まさか立場もわきまえずに武術大会に参加していたとは。やだな、ミュラー君。そんなに怖い顔をするものじゃないよ。笑う角には福来たる。スマイルスマイル。誰が怖い顔をさせているか。あの制服ってもしかして。うん、エレボニア帝国の軍服だ。うん、なかなかやりそうな兄さんだ。お初にお目にかかる。自分の名はミュラー。先日エレボニア大使館の駐在武官として赴任したものだ。そこのお調子者とはまあ昔からの知り合いでな。いわゆる幼なじみというやつでね。いつもいかめしい顔だが、これで可愛いところがあるのだよ。いいから黙れ。はい。失礼した。どうやらこのお調子者が迷惑をかけてしまったようだな。帝国大使館を代表してお詫びする。あ、うん、迷惑ってほどじゃないけど、試合じゃオリビエの銃と魔法に随分助けられちゃったし。あの
オリビエさん、武術大会に出ていたことを大使館に隠していたんですか？別に隠してたわけじゃないさ。ただ言わなかっただけだよ。そういうのを隠していたというのだ。まあいい。過ぎたことを言っても仕方ない。とっとと大使館に戻るぞ。え？ちょっと待ちなまえ。僕たちはこれから素敵でゴージャスな晩餐会に招待されているんですけど。素敵にゴージャスだからなおさら出られると困るのだ。お前にはしばらく大使館で謹慎してもらうぞ。マジで？俺は冗談など言わん。そんな殺生な。晩餐会だけを心の支えにここまで頑張ってきたのに。さすがにちょっとかわいそうじゃない？晩餐会に出席するくらい別に構わんのじゃないか。何か理由でもあるんですか？君たちナイスフォロー。ああ、仲間というのはなんと美しいものだろうか。どこぞの薄情な幼馴染とは比べ物にならない温かさだね。君たちは事態の深刻さがいまいち理解できていないようだ。いいか、想像してみろ。王族が主催する各地の有力者が集まる晩餐会。そこで立場もわきまえずに傍若無人に振る舞うお調子者、それが帝国人だと分かった日には、ちょっと皆さん、どうしてそこで黙るんですか？ごめんオリビエ、その人の心配ももっともだわ。さすがに王城の晩餐会でいつものノリはまずいですよね。国際問題にも発展しかねえんな。うわ、手のひらを返すように。終戦から10年目、ただでさえ微妙な時期なのだ。我慢してもらうぞオリビエ。ちょっと待ってくださいよミラーさん。黙っていたことは謝るからさ。問答無用。僕の晩餐会、僕の宮廷料理。いいのかな。気の毒だけどこういうこともあるよ。ま、人間万事採用が馬ってやつだ。せいぜいやっこさんの分まで楽しんできてやるとしようぜ。それじゃ気を取り直してグランセル城に行きます。Thank you.
おっと、もう城に入るのか？晩餐会が終わったら城の客室に泊めてもらうから、明日まで町には戻れんが。それじゃ城の門番に招待状を見せてやることにしよう。確かにこんな招待。おっと、この先は女王陛下の依頼。用がないのであればどうかお引き取りください。で、どう？先日はなんだ、まだ王都に。うん、ちょっと今日は正式に正式公爵さん。じおお、きょほらよ。陣選手以下武術大会で。そうか、そういや優勝したのはもしかして。微力ながら。なるほど、あなたたちのことは一人足りないみたいです。死と野暮用でね、俺たちだけで出世。そうか、そりゃ残念だな。まあいいや。武術大会の優勝者、陣選手以下3名がご来場。開門。うわー、八犬門もそうだったけど、この城門も迫力あるわね。それにさすが王城だけあって堅牢そうな作りをしてますね。そりゃあ難攻不落の城だからな。建国以来アーネンベルクを外敵が突破したことはないが、貴族の反乱で王都が戦火に包まれたことは何度かあったんだ。だけどその度にこの城は反乱軍の突入を撃退して王家の方々と避難民を守った。そんな話が残っているくらいさ。へえ、そんなことがあったんだ。歴史ある国ならではの古き良き逸話ってやつだな。さてと、ようこそ女王陛下のグランセル城へ。そのまま中に入ったら案内係が待っているはずだぜ。それでは皆さん。当然といえば当然だけど、今まで見てきたどの屋敷よりも圧倒的に豪華だね。ただ豪華なだけじゃなくて、歴史と伝統を感じさせる壮麗さ。つくづく古き王国の格式と伝統を感じさせるね。ようこそグランセル城へ。陣選手ご一行でいらっしゃいますわね。ゲゲ、カノーネ大尉。予想してなかったわけじゃないけど。ああそうだ、公爵さんの招待を受けて参上した。あんたは申し遅れました。グランセル城の警備を担当する情報部のカノーネ大尉と申します。陣選手ご一行におかれましては、ご優勝おめでとうございます。試合を拝見させていただきましたが、凛々しくて本当に素敵でしたわ。ああ、それほどでも。そちらこそ、その若さと美貌で軍の大尉とは本当に驚きですな。よほど優秀でいらっしゃるのだろう。まあ、お上手でいらっしゃいますこと。でも、そちらの若き遊撃士殿ほどではありませんわ。エステル・ブライトさん、ヨシュア・ブライトさん、サイスでの事件以来ですわね。うん、そうね。ご無沙汰していました。あいにくですが、
ラッセル博士の一件はまだ解決して、どうやら博士と孫娘さんを誘拐した不届き者がいるらしくて、エステルさんたちにお心当たりはないかしら。さあ全然心当たりないわね。あの事件は声優劇師に任せて、僕たちはオートに向かいましたから、その後の続報も聞いていません。そうそれは本当に残念ですわ。まあ情報部の力をもってすれば誘拐犯の逮捕も時間の問題でしょう。楽しみに待っていてくださいね。このメギツネ。わかりました。博士は僕たちにとっても恩人なので、よろしくお願いします。それはもちろん。さて、それでは皆さんをお部屋までご案内申し上げましょう。シアさん、あとはお任せしてもいいかしら。はい、お任せくださいませ。念を押しておきますが、お客様につまらない話をして失礼をかけることがないように。いいですわね。はい、わかっそれでは皆さん、良き夕べをお過ごしくだ。私はこれで失礼しますわ。なかなかいい女だね。ジンさん、悪趣味ね。あんなメギツネっぽいののどこがいいっていうのよ。ああいう人がジンさんのタイプなんですか？ああいうのに限って目が純情だったりするんだよな。そのギャップがまたそそるっつうか。ダメだこりゃ。どうでもいいけど、なんだかおじさんっぽいわよ。ごめんごめん。私たちを部屋まで案内してくれるんだっけ？はい、ご案内申し遅れました。私、次女のシアと申します。今夜の晩餐会から明日まで皆さんのお世話をさせていただきます。何か不便がございましたらいつでもお申し付けくださいませ。ああ、よろしく頼むぜ。それでは部屋まで案内していただく。はい。エステル、騒がないの。ところで、そちらの入り口は？謁見の間ですわ。女王陛下が来客に会われる時にお使いになられます。最近は使われておりませんが。なるほど。しかし、女王陛下の病気はそんなに悪いのかい？もうすぐ生誕祭なんだろう？いえ、最近では陛下のお世話は助官長がなさっているのです。私はそのあまりそういったことは知らされていなくて。それでは参りましょう。こちらが皆様にお泊まりになっていただくお部屋です。どうぞ中にお入りください。うん、それでは失礼します。うわ、こんなところに泊まれるなんてちょっと想像できなかったな。いやー、なんていうかいい土産話になりそうだぜ。晩餐会が始まるまでしばらくあるかと存じます。場内は自由に見学していただいて構いませんが、警備上の理由で立ち入り禁止にしている。くれぐれも立ち入りはご遠慮ください。具体的にはどういうところがダメなわけ？まずは女王陛下がいらっしゃる女王宮ですね。
屋上にある空中庭園の一角に築かれた空中庭園、すごく綺麗そうな雰囲気生誕祭の時にはそこのテラスから王都の市民に陛下空中庭園に出るくらいなら大丈夫だと思いますよ。それと他の立ち入り禁止場所ですが、1階にある親衛隊の詰所と地下の宝物庫がそうなっております。親衛隊の詰所っていうと、確かテロリストとして指名手配されてる連中らしいな。はい、現在その詰所は立ち入りは禁じられているので、どうかご了承くださいませ。大体わかりました。ところで晩餐会に招待されている他の方々はどうしているんですか？すでに全員多分それぞれのお部屋でくつろいでいらっしゃるかと思います。そうですか。それじゃあもうクラウス市長も来てる。はい、先ほどいらっしゃったばかりですわ。それでは私は失礼し、何かご用がございましたら。いさてと、ねえジンさん、私たちちょっとお城の中を見物しに行きたい。晩餐会が始まるまでには戻ります。やれやれ、試合の後だっていうのに若いもんはタフだね。いいぜ、行ってきな。俺は飯までこの豪勢な部屋でのんびりと休ませてもらうぜ。晩餐会が始まるまでにできる限りのことをし、まずはユリアさんが言ってたヒルダ夫人、それと他の招待客にも会って、多分顔見知りが多いだろうからね。来たか、エステル君、ヨシュア君。久しぶりだの。あれ、学園長先生。ひょっとして学園長も晩餐会に招待されたんですか？今日の定期船でルーアンから飛んできたのだよ。それよりも市長から聞いたよ、武術大会で優勝したそうだね。ジル君たちが聞いたら喜ぶだろう。どうもありがとうございます。それにしても学園長まで招待されているとは思いませんでした。コリンズ学園長といえば王国会議にも出席されているリベール随一の賢人じゃからな。晩餐会に招待されても何ら不思議ではないと言えよ。賢人というのはさすがに持ち、王国会議って年に一度開かれている王国全体の問題を決める会議。女王陛下や各地の市長、各界の代表者が集まってさまざまな問題を協議するんだ。へえ、じゃあその時と同じメンバーが今日の晩餐会には招待されている。いや、女王陛下はご不調であるし、モルガン将軍は軍務で忙しい、ルーアンのダルモア市長は例の事件で逮捕されてしまった。そしてラッセル博士は、あの人の事件に関しては未だに不可解な点が多いですの。親衛隊も加わっていたという大規模なテロ組織の仕業というのは、まったくこのような状況で。まあ公爵閣下の真意がどこにあるかを確かめるためにも、女王陛下へのお見舞いを許していただく必要もありますし。まさにそれが一番の問題ですもん。このグランセル城に来て陛下のご尊顔を拝見できぬことほど馬鹿げた話はありませんからな。それにクローディア姫にも久しぶりにお会いしたいものじゃ。クローディア姫って確か女王様のお孫さんよね。その方もグランセル城に住んでいらっしゃるんですか？いや、普段は別の場所で暮らしてらっしゃるそうじゃが、ただ数日ほど前から王都に来ているとは聞いておるぞ。へえ、そうなんだ。機会があったら一度でいいから見てみたいわね。君たちならばきっとお目にかかる機会もあるだろう。
メイベル市長。それにリラさんも。エステル様にヨシア様やっと会えましたわね。お二人が訪ねてきてくださるのを今か今かと待っていましたのよ。やっぱりメイベル市長も晩餐会に招待されてたのね。あれ、でもどうして私たちが来るって。クラウス市長から聞いたんですの。お二人が武術大会に出場して見事優勝して晩餐会に招かれたって。はあ、そうとしていれば他の仕事を全部投げ打ってでもお二人の応援に来ましたのに。お言葉ですがお嬢様、その時はお嬢様ご自身が後々苦労することになるだけでは。うん、そんなの分かってますわ相変わらず忙しそうなのね。まったく、女王陛下ならともかくあの公爵主催の晩餐会などに出る暇などありませんのに。軍の女性士官が必要に出席するように促してきて仕方なく王都に来たんですの。情報部のカノーネ大尉ですね。ええ、その方、応対は丁寧ですが陰銀無礼でどうも好きになれませんでしたわ。最近モルガン将軍ともほとんど連絡が取れませんし。それってハーケンモンに連絡は取れないんですか。将軍は留守の一点張りで門前払いといった感じですわ。何でもテロ事件の対策のため忙しくしてらっしゃるそうです。ひょっとしたら今夜の晩餐会で会えるかと思いましたけど、どうやら出席はされないようですね。そうなんだ。市長はどう思われます。この時期に市長たちを集めて晩餐会が開かれるということを。そうですわね。女王陛下が主催されたのであれば何か重要な発表があると思いますが、今回は公爵閣下の暇つぶしに付き合わされただけだと思いますわ。陛下の代理という立場を利用して威張り散らしたいだけなのでしょう。あり得るかも。でも案外その程度の理由なのかもしれませんね。まあ、ここのグランシェフは王国一の腕前とも言われていますし、せいぜい美味しいものを食べて女王陛下のお見舞いをしたらとっととボースに帰ることにしますわ。ヨシア君。工房長さん、やっぱり招待されていたんだ。市長クラスの人が来ているから工房長もそうだと思っていました。君たちの方こそ、まさか武術大会で優勝してグランセル城に入り込むとはな。いやはや、さすがカシウスさんの子供たちだいろいろな人に助けてもらったけどね。ところで、ここ数日間に何か動きはありましたか。うん、君たちが王都に向かった直後、情報部のカノーネ隊員が来たんだ。晩餐会への出席は断れなかったが、要塞への侵入工作についてはなんとかごまかすことができたよ。逃亡中のラッセル博士たちもまだ軍に見つかっていないようだ。ただこの状況が長く続けば捕まるのは時間の問題だろうな。そっか。先ほど陛下をお見舞いしたいとカノーネ隊員に頼んではみたが、あっさりと断られてしまったよ。
やはり直接会うのは難しそうだぞ。そうみたいね。でも当てはあるから大丈夫。何としても博士の伝言を女王陛下に届けます。湖が一望できるし、見学希望者が多いのもうなずける。こういう時じゃなかったらゆっくり景色を楽しめるんだけど、今はお仕事を優先するし。あ、ここが女王宮みたいだね。うん、なんだ貴様らは。おい、こいつら。公爵さんに招待されたものなんだけど。こちらは陛下のいらっしゃる女王宮でいいんでしょうか。その通りだ。だがここ数日陛下はご不調でいらっしゃる。お目通りを願っても無駄だぞ。やだな、そんな大それたこと考えてないわよ。そりゃちょっとはお目にかかれたらなって思うけど。ところでクローディア姫もこちらにいらっしゃるんですか。いや、こちらには。おい、トト、それは熱心に陛下の看病をなさっていらっしゃるぞ。もちろんお前たちの相手をなさる余裕などないからな。こんなところで何をなさっているのですか。夫人、もうお帰りかな。もうすぐ晩餐会ですから一旦控え室に引き上げます。ところでこちらのお客様は。武術大会で優勝したチームのものです。たかが遊撃士の身分ですが、一応招待客とは言えるでしょうな。うん、たかが遊撃士って。無礼者、あなた方は王城の招待客を侮辱するおつもりですか。いや、自分たちはその、たとえ招かれたのが公爵閣下でも、城を来訪された方は陛下のお客様。そのことを忘れてもらっては困ります。了解しました。すごい迫力。ひょっとしてこの人が。ですが夫人、彼らを通すわけにはいきません。そのことは大佐の説明で分かっていただけたはずですな。そのことは聞き飽きました。申し訳ありません、お客様。警備上の理由で女王宮の付近に近づくことは禁じられています。できれば晩餐会が始まるまでお部屋でお待ちくださいませんか。はい、わかりました。そうした方が良さそうですね。すみません、いろいろとお騒がせしました。分かればいいのだ、分かれば。どうぞ気をつけてお戻りください。お客様の前で見苦しいところをお見せしましたね。申し遅れました。私の名はヒルダと言います。グランセル城の助監長として侍女の監督にあたっております。やっぱりあなたがヒルダ夫人だったんですね。おや、失礼ですが面識がありましたでしょうか。ある人から教えてもらったんです。この筆跡は。それだけでわかるんだ。その紹介状と遊撃士の紋章が僕たちの身分証明となります。わかりました。ここでは何ですから、
侍女たちの控室に参りましょう。そこで話を伺わせていただきます。お話は分かりました。ラッセル博士の伝言を女王陛下に直接伝えたいと。つまりそういうことですわね。はい、そうなんです。女王様が本当に調子が悪かったらちょっと考え直しますけど。それは問題ないでしょうが、女王級は先ほどの特務兵によって24時間監視されている状況です。中に入れるのは公爵閣下と大佐殿、そして身の回りの世話を仰せつかった私や侍女たちだけなのです。ということはやっぱり面会するのは難しそうね。どうする、エステル。博士の伝言をヒルダ夫人に伝えてもらう手もあるけど。でもやっぱり直接会って話がしたいかも。デュナン公爵の狙いに、リシャール大佐の目的、いろいろとわからないことも多いしね。エステル殿、ヨシュア殿、私に少々考えがあります。晩餐会が終わったらまたここに来ていただけますか。え、それって僕たちが女王陛下にお会いできる手段があるということでしょうか。そう考えていただいても結構です。難しいかもしれませんが、試す価値はあるかもしれません。ただいささか用意が必要なので、晩餐会が終わってからでもいいですか。やった、ラッキー。わかりました、晩餐会が終わったら伺います。お待ちしております。料理の下ごしらえが終わったので、そろそろ晩餐会も始まると思います。一度お部屋に戻った方がいいかもしれませんね。エステル、ヨシュア、随分と遅かったじゃないか。そろそろ晩餐会が始まる時間だぜ。ごめん、ジンさん、あちこち見物していたらつい時間を忘れちゃってさ。それに各地の市長さんたちといろいろと話してきちゃったの。へえ、お前さんたちお偉いさんと知り合いだったのか。ロレントの市長さんとは普段から親しくさせてもらっているんです。他の方たちとも旅をしている時に知り合った方々ばかりです。なるほどな。確かに遊撃士の仕事をしてたらお偉いさんと知り合う機会は多いか。しかしその様子じゃ随分活躍してるみたいじゃないか。それほどでも。ジンさんはオートに来てから何か遊撃士の仕事はやったの？確か他の国でも同じように仕事ができるのよね。ああ、声優劇師だったら国籍に関係なく仕事ができるが、予選だの大使館の手続きだので仕事を受けてる暇はなかったな。ま、他にも遊劇師が4人いたから出る幕がなかったとも言えるがね。確かにこれだけ遊劇師が集まったら大抵の事件はすぐ解決しそうですね。ただオートに集中している分他の地方支部は大変そうですけど。そうかもしれんな。なんだか今さら申し訳ない気がしてきたわね。知らねえ、ロレントで今頃どうしてるのかしら。確か前にもその名前を口にしていたが、その知らねえってのはひょっとしてシェラザードのことか。え、知ってるの？はい、僕たちの先輩で昔から親しくさせてもらっています。なるほど、そうだったのか。前に彼女がカルバードに来た時に知り合ったことがあってな。いい死に恵まれていたらしく、若いながらも見どころがある娘だった。その死って父さんのことだね。失礼します。晩餐会の支度が整いました。ご案内してもよろしいでしょうか。おう、待ちくたびれちまったぜ。
さてと、それじゃただ飯にありつくとするかね。うん、さすがに試合の後だからすっごくお腹が空いてきちゃった。さあ食べまくるわよ。あの二人とも、一応テーブルマナーなんかも忘れない方がいいと思うけど。これって夕食会なのよね。どうして食器だけが並んで肝心の料理がないの？なんかナイフとフォークがいっぱい並べられてるし。正式なディナーだからね。前菜から順番にいろいろな料理が出てくるんだ。あとナイフとフォークは外側から使っていくんだよ。テーブルマナーってやつね。ちょっと緊張してきちゃった。あまり気にすることありませんわ。料理というものは美味しくいただくのが一番ですから。マナーや礼儀作法は二の次ですわ。そうじゃそうじゃ。聞けば君たち二人は出席しておる者たち全員と知り合いだそうじゃないか。固くなる必要はなかろう。あ、それもそっか。それで納得しないでよ。そういえばそちらの方はナイフとフォークでよろしいんですの？東方の方々はお箸の方が得意だと聞きましたけど。ほう、よくご存知ですな。ですが郷に行っては郷に従えとも言いますからな。部長法ながらナイフとフォークを使わせてもらいますよ。まあご立派ですわ。さすが武術大会で優勝された達人の言葉は違いますわね。いや、それほどでも。つくづく美人に弱いのね。まあ女好きっていう感じじゃないと思うけど。それにしても公爵閣下は随分遅いですな。一体何をしてるんでしょう。確かに。それと上沢公爵閣下としてそこの席は誰が座るのじゃろうか。そうですな、クローディア姫という可能性もあるかもしれないが。皆様、大変長らくお待たせしました。公爵閣下ご入室でございます。いやいや諸君、待たせてしまって申し訳ない。少々打ち合わせが長引いてしまったものでな。彼はリシャール大佐、王国軍情報部の責任者でな。テロ事件を解決するために日夜尽力してくれているので、礼の意味も込めて招待した。お初にお目にかかります。王国軍情報部のリシャールです。公爵閣下の格別のご厚意で晩餐会に招待していただきました。無粋な軍服で失礼ですが、どうか同席をお許しいただきたい。まさか大佐と一緒のテーブルで食事するなんて。予想はしていたけど、やっぱり少し緊張するね。いや愉快愉快。どうかねメイベル市長、王城のグランシェフの腕前は。ボースのアンテローゼにも負けずとも劣らずの味ではないか。ええ、素晴らしい腕前ですわ。ワインとの相性も完璧ですし、思わず引き抜きたくなりますわね。そなたが言うとおながち冗談には聞こえないな。どうだジンとやら、東方人のそなたの口には合うかな。いや大変結構ですな。部長法な自分の舌にも分かる洗練された深みと味わい、リベール料理の真髄を味わっているような心境です。そうだろう。どうだ若き遊撃士たちよ、こんな豪勢な料理は今まで食べたことがなかろう。うん、
確かにめちゃめちゃ美味しいです。招待してくれた人はともかく料理だけは本物かも。そうだろうそうだろう。本当に素晴らしい料理ですね。それに今までこういう正式な席に呼ばれる機会がなかったのでとても勉強になります。招待してくださって本当にありがとうございました。なかなか首相でよろしい。しかし執事から言われてようやく思い出したのだが、そなたたちとはルーアンの事件で一度顔を合わせていたのだな。なんとも奇妙な縁があったものだ。そうですね。執事さんから言われるまで思い出せなかったわけね。さあ今夜は無礼講だ。料理も酒もたっぷりあるから遠慮なく追加を申し出るがいい。公爵閣下、その前に例の話を済ませてしまってはいかがですか。もうそうだ、その話があったか。実は王国を代表する諸君らに集まってもらったのは他でもない、この晩餐会の席を借りてある重大な発表をしたかったのだ。ほう、重大な発表。それは一体どのようなお話でしょうか。ここから先は私の代わりにリシャール大佐に説明してもらおう。恐縮です。女王陛下がご不調なのはすでにご存知のことかと思います。ですが徐々に回復なさっているためすぐに元気な姿を見せてくださるでしょう。ほう、それはよかった。では陛下へのお見舞いは許していただけるのかしら。あいにくですが陛下のご意向でそれは遠慮してほしいとのことです。ただ数日中に王都近辺を騒がすテロリストどもは一掃できる公算です。そのことと合わせて女王生誕祭は予定通りに執り行われるでしょう。市民も楽しみにしているだろうからめでたいことではありますな。だが話というのはそれだけではないのでしょう。確かにそれだけならば連絡してくれれば済みますからな。察しがよくて助かります。女王陛下が回復されつつあるのは先ほど述べた通りなのですが、陛下は今回のご不調を理由にある決断をなされたのです。その決断とはすなわちご自身の大意とこちらにおられるデュナン公爵閣下への王位継承です。なんですと。本当ですの。ヨシュア、これって、とうとう陰謀が姿を現したね。私も戸惑ったのだが陛下が存外弱気になられてな。無理もない。40年近くもの間激動の時代に翻弄されたリベールを女性の身で導いてくださったのだ。そう思うとこの生誕祭を最後に俗事から解放して差し上げたい。王位継承権を持つ身としてはそう決意した次第なのだよ。なんと陛下がそこまでお悩みになっておられたとは。毎年お会いしているというのに気づけなかったとは情けない。しかしこのような酒の入った席で聞くにはあまりにも重大すぎる内容ですわ。失礼ですがどこまで現実性のあるお話なのでしょう。メイベル市長、閣下のお言葉が信用できないとそうおっしゃられるか。そうは言ってません。ただ市長には選挙があるように王位継承にも然るべき手続きがあるのではないかということです。そうですな。できれば陛下から直接今の話をお伺いしたいものです。
皆さんの動揺も理解できます。ですがどうか冷静になって今の話を受け止めていただきたい。先ほど申し上げたように生誕祭には陛下ご自身の口から発表されることになるでしょう。真意はその時に確かめれば済むことではありませんか。それは問題なのはこの件が公表された時に一般市民にどう影響を与えるかです。いたずらな混乱を避けるためにも各地の責任者である皆さんに前もってことを伝えておきたい。公爵閣下はそう判断なさったのです。まあそういうことだな。そして陛下の退位ともなれば事態はリベール国内にとどまりません。大陸諸国の目、とりわけ北の脅威たるエレボニアの反応も気がかりでしょう。まさにここにいる我々が新たなる国王陛下を盛り立てながら一致団結をしなくてはならない、そんな時期が迫っているのです。なんかもっともらしいことを言ってるんですけど。うん、大したアジテーターだね。正式決定は生誕祭の時に陛下から直接伺うとして心の準備をしておくようにと。つまりそういうことですか。理解していただいて幸いです。確かにそういうことになったらわしらも忙しくなりそうじゃな。そうですわね。市民へのアナウンスもありますし。一つお伺いしたい。公爵閣下に王位継承権があるのは私も存じておるが、確か同意の継承権を持つ方が他にもいらっしゃったはずですな。それは陛下のお孫さんにあたるクローディア殿下のことです。確かに王室典範上の規定では公爵閣下と同意ではありますが、まだ年端もいかないという理由で陛下は閣下の方を押されたようです。先ほどの話にもありましたが、女性の身に余るほどの重責を姫に負わせたくなかったのでしょう。そうなのだ。まあクローディアには良い縁談を探してやるつもりだ。非公式だが、すでに他国の王家から何件もの申し入れがあってな。ひょっとしたら今年中にも縁談が実現するかもしれんのだ。お話は分かりました。そうなるとおめでたい話が2つも続くというわけですな。姫様がご結婚されるには少々若すぎるとは思うが。ちょいと失礼、一つ質問してもいいですかね。ジンさん。おう、構わん、言ってみるがいい。失礼だが、今耳にした話は自分たちのような部外者が聞いていい話とは思えません。まして自分は王国人でもない。なのになぜこのような席でわざわざ発表されたのでしょう。それは優勝した君たちが偶然にも遊撃士だったからだ。陛下の退位という重大な情報はギルドにも事前に伝えたかった。そう私が閣下に提案したので聞いてもらうことになったのだよ。なるほど。リベールでは軍とギルドがいい関係を結んでいるという話はどうやら本当だったようですな。帝国や共和国ほど軍事力が充実していないからね。手を結ばざるを得ないというシビアな現実があるのだが、いずれにせよ真意はご理解いただけたかね。了解しました。今日この席で知った情報は王都支部にも伝えておきましょう。いやはや、ひょんなことからとんでもない話を聞いたもんだ。俺は所詮他国の話だが、お前さんたちの方は随分驚いたんじゃないか。当たり前だってば。
ここまで周到に話を進めてるなんて。は？なんでもない。でも、もったいなかったな。せっかく舌がとろけるほど美味しい料理だったのに、最後の方は味がわからなかったわ。無理もないかもね。それよりもエステル、腹ごなしに散歩に行かない？え？ああ、そうそう、そうだった。そうね、外の空気でも吸ってきたい気分かも。はあ、さっきも見物してたのに今度は食後の散歩と来たか。認めたくはないが、これが年の差ってやつかね。ジンさん大げさよ。ジンさんは見物とかしないんですか？歴史のある建物だけあって見どころはたくさんありますよ。まあ気が向いたらフラフラさせてもらうとするさ。厨房に行きゃ残り物があるかもしれんしな。呆れた。まだ食べるつもりなの？どちらかというと酒のつまみが欲しいところだな。飲める談話室もあるみたいだし、後で行ってみるとするかね。料理はうまかったが小難しい。俺はここでしみじみと飲み直す。とんでもないことになったわね。ますます女王様に会って事情を聞きたくなってきたわ。まずは約束通りヒルダ夫人に会いに行こう。陛下に面会する段取りをつけてくれているはずだよ。うん、了解。おや、君たちは。リシャール大佐。エステル君とヨシュア君か。こうして面と向かって話すのは初めてではないかな。え？最後に言葉を交わしたのはダルモア市長逮捕の後でしたね。でも大佐が僕たちのことを覚えているとは思いませんでした。交わした言葉は少なかったが、君たちは非常に印象的だったからね。気になって調べてみたら驚いたよ。まさかカシウス大佐のお子さんたちだったとはね。そのことも知ってたんだ。伊達に情報部を名乗っているつもりはないよ。カシウスさんには彼が軍にいた時にお世話になった。それこそ言葉では言い表せないほどね。どうだろう、これから少し話に付き合ってくれないだろうか。君たちとは前から一度個人的に話をしてみたかったのだ。え？あの大佐殿、これから公爵閣下との打ち合わせがあるのでは？少しくらい遅れても構わんよ。そうだな、話すのだったら奥の談話室を借りるとしようか。アルコール抜きのカクテルでも振る舞わせてもらうよ。それでしたら私がお作りしますわ。いや、それには及ばない。君は公爵閣下のところに行って、私が遅れる旨を伝えてくれたまえ。了解いたしました。それでは失礼しますわ。さてと、私たちも談話室に向かうとしようか。それではついてきたまえ。ねえヨシュア、どうしよう。付き合うしかなさそうだね。少し遅れそうだけど夫人のところには後で行こう。カシウスさんと出会ったのは私が士官学校を出たばかりのことだ。当時彼が率いていた
独立機動部隊に配属されてね。それ以来彼が軍を辞める時まで公私にわたってお世話になったんだ。ふーん、そうだったんですか。その頃の父さんって大佐から見てどんな感じでした？一言で言うと英雄だったかな。牽制とまで言われた技の冴え、あらゆる戦況に柔軟に対応できる立体的かつ多面的な指揮能力、単なる戦術にとどまらない高度な戦略レベルでの部隊運用、どれをとっても並ぶものはいなかった。なんだか別の人の話を聞いてるみたいなんですけど。父が軍を辞めるまでというと、あの百日戦役の時も一緒に？ああ、カシウスさんの元で戦ったよ。今でも覚えている。彼が立てた奇跡のような作戦を実行した時の熱気と興奮を。あの時のことを話し始めるといくらあっても時間が足りないから、またの機会にさせてもらうが、ただこれだけは断言できる。あの時カシウス・ブライトという男が王国軍にいなかったら、このリベールはエレボニアに吸収合併されていただろう。嘘！さすがにちょっと信じられませんけど。信じられないようなことを成し遂げたから英雄なのさ。もっとも戦後すぐに退役して女王陛下の勲章すら誇示されたから名前が知られることはなかったが、今でも一部の軍人の間ではカシウス大佐の名は英雄の代名詞だ。あのヒゲ親父、そんなこと一言も教えてくれてないし。まあ娘にわざわざ語って聞かせるような話じゃないさ。父さんを責めたらかわいそうだよ。かわいそうなのは私の方って、ヨシュアってばあんまり驚いてないみたいだけど、もしかして今の話知ってたりするわけ？リシャール大佐が父さんの部下だったことはさすがに知らなかったけど、まあおおむねのところは。なんですって？それじゃヨシュアも共犯？落ち着いてよエステル。僕だって別に父さんから教えてもらったわけじゃないよ。それに父さんから君にわざわざ知らせることはないって言われたんだ。納得いかないわね。本当にもう帰ってきたらとっちめてやるんだから。すみません話の腰を折ってしまって。いや、君たちを見て少し安心した。カシウスさんが軍を辞めるとき私は必死に引き止めたものだが、どうやらその選択は彼にとって正解だったらしい。君たちがそばにいたのなら、奥さんを亡くされた悲しみからきっと立ち直れただろうからね。リシャール大佐。さてと、付き合ってくれてありがとう。あまり公爵閣下を待たせるわけにはいかないから、私はこれで失礼させてもらうよ。はい。すみません、僕たちの方が話を聞かせてもらうばかりで。いや、君たちは一番知りたかったことを教えてくれた。これで未練はなくなったよ。え？それはどういう？近いうちにまた会う機会もあるだろう。その時にはカシウスさんとも一緒に話せるといいのだが。今ここにいたのって本当にリシャール大佐だっけ？あのね、何を寝ぼけてるのさ。だってあんな風に父さんのことを話すなんて、なんていうか
イメージと違っていたっていうか。確かにただの悪人ではなさそうだね。でもそれとは別に彼が何かを企んでいるのも確かだ。父さんのことはこの際分けて考えなくちゃいけないと思うよ。うん、それはそうなんだけど。嫌な言い方をするけど、僕たちに見せた親しさだって何かの目的があるかもしれない。彼みたいな情報将校にとって僕たちみたいな子供をたぶらかすのは朝飯前だろうからね。さすがにそれは言い過ぎなんじゃないの？うん、そうだね。疑うのは僕の役割だ。君は自分の直感を信じていた方がいいと思う。え？ただあらゆる可能性に備えて油断だけはしないでほしいんだ。遊撃士の仕事というのは多分そういうものだと思うから。うん、わかった。ちゃんと心に留めておくわ。ありがとう、エステル。いやーね、なんでヨシアが礼を言うのよ。それよりもさっさとヒルダさんのところに行きましょう。多分待ちくたびれてるわ。そうだね、メイドさんたちの詰め所に行こうか。エステル殿、ヨシュア殿、お待ちしていましたよ。ずいぶん遅うございましたね。ごめんなさい、なんかリシャール大佐に捕まっちゃって。大佐にですか？僕たちの父のことについて昔話を聞かせてもらいました。こちらの動きについては気づかれてないと思います。そうですか。紹介状によるとあなた方はカシウス殿のお子さんということでしたね。リシャール大佐が感慨を抱くのもわかる気がします。あのヒルダさんも父さんを知ってるんですか？昔はモルガン将軍の副官として王城によく来ていらっしゃいました。亡き王子、陛下のご子息の語学友だったとも聞いております。亡き王子ってクローディア姫のお父上にあたる方ですね。ええ、15年前の海難事故でお亡くなりになられました。王子さえ生きていらっしゃればこのような事態は起こらなかったでしょうに。え、起きてしまったことを悔やんでも仕方ありませんね。夜も更けてまいりました。早速支度をしていただきます。シア、いらっしゃい。あれ、あなたは？確かシアさんとおっしゃいましたね。どうもエステル様、ヨシュア様、事情は伺わせていただきました。この子のことは信用してくださって結構です。姫様が城にいらっしゃる時にお世話をしている次女ですから。姫様ってクローディア姫のことね。それなら問題ありませんね。恐縮です。では用意した制服に袖を通していただけますか？リボンやカチューシャなど細かいところは私が整えさせていただきます。え、あの、ひょっとして？ええ、エステル殿には次女と同じ格好をしてもらって女王宮に入っていただきます。多少髪をいじらせていただければ見張りにも気づかれないでしょう。なるほど。確かに制服というのは個性を隠しやすいですからね。潜入するにはもってこいかもしれません。へえ、メイドさんの服か。リラさんとかを見ていていいなって思ってたのよね。ヒラヒラしてて可愛いのにすごく動きやすそうなんだもん。動きやすくないとお掃除の時に困りますから。やっぱりそうなんだ。早速着させてもらおっと。嬉しそうだな。はしゃぐのはいいけど陛下に失礼のないようにね。
今度ばかりは僕もついてはいけないからね。え、どうして？ヨシアも着替えるんでしょ？え、エステル殿。だってヨシア、学園祭の劇でお姫様の格好をしてたじゃない。ドレスもメイド服も同じでしょ？あれはお芝居じゃないか。女王陛下にお会いするのに女装するなんてちょっと。大丈夫大丈夫、全然みっともなくないから。だってヨシアのお姫様姿すっごく綺麗だったもん。また冗談はやめてよ。あのヒルダさんたちからも何とか言ってやってください。あのなるほど、確かに問題なさそうですね。シア、確か姫様のためのヘアピースがありましたね。はい、一度も使われていないものが。長い黒髪ですからヨシア様にもお似合いかと。ちょっと。それじゃあ3対1の多数決でファイナルアンサーってことで。ではこちらにどうぞ。更衣室になっていますので。ちょっと待ってよ、僕は着替えるなんて一言も。分かったから、服くらい自分で脱げるってば。え、シアさん化粧までするんですか？最近の若い子たちと来たら。まあ、じゃーん。どうでしょうか。とってもよくお似合いですわ。城働きに来たばかりの活発で朗らかな侍女見習い、そんな説得力は十分ありますね。髪も下ろしていますから気づかれることはないでしょう。何でしたらこのままグランセル城で働きますか？遊撃士の仕事もあるからそれはちょっと。あ、それよりもちょっとヨシア、早く出てきなさいってば。はあ、どうしても出ないとダメかな。ダメ、うだうだ言ってると引きずり出しちゃうわよ。わかったよ、もうしょうがないな。これはまた怖いくらいにお似合いですね。ですよね。まったく、女の私よりも様になっているというのは一体どういうことなのかしら。お化粧のしがいがありましたわ。もういいです、何とでも言ってください。さて、準備は整ったようですね。それではこれから上級へと案内させていただきます。あくまで侍女見習いとして扱いますので、そのおつもりで。あ、はい、わかりました。いよいよ女王様と会えるのね。ここが正念場だね。気を引き締めてなんとか女王級に入らないと。その格好でシリアスに行っても似合わないかも。悪かったね、シリアスが似合わなくて。こんな格好させておいてよくもまあ抜け抜けと。ごめんごめん、そんなに拗ねないでよ。今度アイスクリームでもおごってあげるからさ。ふん、君じゃないんだから食べ物でごまかされたりしないよ。あ、私がいつ食べ物でごまかす。本当に仲がいいんですのね。時間がありません。さっ、ヒルダ夫人、
こんな遅い時間に女王陛下にご用ですか？陛下に頼まれていた紅茶と食器類をお持ちしたのです。このような事態になって陛下も何かと不自由なさっていらっしゃるようですからね。これは手厳しい。おや、見たことのない顔ですが、そちらの侍女さんたちは？公爵閣下の命令で補充した新米の侍女見習いです。今日城に入ったばかりです。おお、さすがに可憐ですな。どうもおや、なんとなくどこかで見たような。やば、年頃の娘をそんな風にジロジロ見るとは何事ですか？もしやよからぬことを考えているのではないでしょうね。何かあったら公爵閣下や大佐殿に抗議させてもらいますよ。とんでもない。王国軍の精鋭たる我々がそのようなことは。ならばよいのです。ところでいい加減通していただけないでしょうか？これは失礼しました。どうぞお通りください。緊張しちゃった。ありがとうヒルダさん、おかげで助かっちゃいました。鮮やかなお手並みでしたね。お役に立てて幸いです。さて、何でしたら陛下に会う前に着替えますか？特に気にしないのであればそのままご案内しますが。別に私はこのままでも。ぜひ着替えさせてください。まったくもう恥ずかしがり屋なんだから、あのままでもよかったじゃない。信用にも関わるからそういうわけにもいかないよ。ところでヒルダさん、この部屋はひょっとして？はい、クローディア様のお部屋です。もっとも普段は王城に住んでいらっしゃらないのでほとんど使われていませんが。へえ、そうなんですか。でもお姫様って確か女王様の看病をしてるって聞いたような。やはりそれも偽情報ですか？詳しいことは陛下にお聞きになるといいでしょう。女王宮の2階にあるのがアリシア女王陛下のお部屋です。それでは参りましょう。失礼します。先ほどお話ししたエステル殿とヨシア殿をお連れしました。ご苦労様でした。どうぞ入っていただいて。かしこまりました。私はここで待たせていただきます。さあ、お二人はどうぞ中へ。はい。失礼します。ようこそいらっしゃいましたね。私の名はアリシア・フォン・アウスレーゼ、リベール王国第26代国王です。あのエステル・ブライトです。遊撃士協会の準遊撃士です。同じく準遊撃士のヨシュア・ブライトと言います。お初にお目にかかります。エステルさんとヨシュア殿ね、あなたたちに会えるのを本当に楽しみにしていました。大したもてなしはできませんが、お茶の用意くらいはできます。どうぞゆっくりしていってくださいな。そう、ラッセル博士は
そんなことを。あらゆる動力現象を停止させる漆黒のオーブメント、そんなものを大佐は手に入れているのですか。博士は女王陛下ならばリシャール大佐がそれを何に使うか分かるかもしれないと言いました。何か心当たりはありますか。一つだけ心当たりがあります。ですが大佐がそれを知っているとは思えません。私の思い過ごしであるといいのですが。その心当たりっていうのは。あなたたちにならお話ししても構わないでしょうね。十数年前この王都の地下に巨大な動力反応が検出されたのです。その調査に当たってくれたのが中央工房のラッセル博士でした。巨大な動力反応。王都の地下ということは地下水路の近辺でしょうか。いいえ、水路よりもさらに深い地下から検出されたそうです。博士は未だ機能を失っていない古代文明の遺物が埋まっているのではないかとおっしゃっていました。古代文明の遺物って。アーティファクトと呼ばれる古代動力機のことだね。大半は塔の頂上の装置みたいに機能が死んでしまっているけど、まれにダルモア市長の家宝のように機能が生きているものもあるみたいだ。そんなものが王都の地下に。それじゃあ、埋まった遺物の機能を停止させるために使われる、その可能性があるということですね。ええ、ですがその遺物がどんなもので何のために埋められたものかははっきりしていないのです。ラッセル博士の調査自体も非公式で行われたものですし、大佐がどこで存在を知ったのか私には不思議でなりません。そうですか。いずれにせよ良くないことが起こる可能性があり。まったく、ちょっと見直したのにろくなことを考えていないわね。みんなに迷惑がかかるんだったらまさしく遊撃士の出番だわ。なんとかして大佐を阻止しないと。さすがはカシウス殿のお子さんたちね。陛下も父と面識が終わりだったんですか。亡くなった息子の友人でしたし、王国を救った英雄ですからね。軍を辞めて遊撃士になってからも依頼を通じてお世話になりました。そうだったんだ。それは知りませんでした。彼の性格を考えれば知らないのも無理はありませんね。ひょっとして10年前の戦争で彼がどのように活躍したのか、そのこともご存じないのかしら。詳しいことはあんまり。ならばこれは私の役目なのかもしれませんね。エステルさん、ヨシア殿、少々年寄りの昔話に付き合っていただけませんか。はい、もちろん。拝聴させていただきます。10年前の春のことです。エレボニア帝国の南部である痛ましい事件が起こりました。未だ原因が分かっていないため事件についての説明は省かせてもらいますが、その事件をきっかけに帝国はリベールに宣戦布告をしたのです。後に百日戦役と呼ばれる不幸な日々の始まりでした。帝国軍は宣戦布告と同時に大兵力を持ってハーケン門を突破。リベールは王都を除いて瞬く間に全土を占領されました。侵攻してきた兵力は王国軍のおよそ3倍だったと言われています。カルバードからの援軍も間に合わず、もはや王都が占領されるのも時間の問題かと思われました。しかし開戦から2ヶ月後、
誰もが予想しなかった形で戦局が大きく変化したのです。当時開発されたばかりの警備飛行艇が各地方を結ぶ関所を奪回し、帝国軍の連絡網を断ち切りました。そしてレイストン要塞から王国軍の総兵力が水上艇で出撃し、各地方を奪還していったのです。サイス、ルーアン、ボース、ロレント、各地を占領していた帝国軍の師団は補給を断たれ、かっこ撃破されました。この反抗作戦を立案した人物こそカシウス・ブライト大佐、モルガン将軍の右腕でありリシャール大佐の上官だったあなたたちのお父様だったのです。その後遊撃士協会と七王協会の仲裁もあって、ようやく戦争は終結を迎えました。しかしこの時カシウス殿は大切なものを失っていたのです。それはレナ・ブライトさん、エステルさんのお母様でした。あの時計塔は反抗作戦によって追い詰められた帝国軍師団の悪あがきによって破壊されたのです。そしてあとはあなたも知っている通り、カシウス殿は奥様の死すらも見届けることができませんでした。そんな事情だったなんて。自分が立てた作戦が結果的に奥様を死なせてしまった、その自責の念からカシウス殿は軍を辞めて遊撃士の道に入りました。残されたあなたのそばにいるために、そして今度こそ自分の手で愛する人々を守れるように。バカよ父さん、父さんのせいでお母さんが死んじゃっただなんて、そんなことあるわけないのに。エステル。そうですとも。全ては大切な民を守れなかったこの力なき女王の責任なのです。ごめんなさいエステルさん、お母様を守ることができなくて、そのことをずっと謝りたいと思っていました。謝る必要なんてありません。女王様は戻ってきた平和をずっと守ってくださった。父さんたちは必死になってこの国を守ってくれた。お母さんは命がけで私のことを守ってくれた。それで十分だと思うんです。エステルさん、ありがとう。優しい子ね。あなたに会うことができて本当によかった。今心からそう思えます。女王様、でもだからこそあなたには危険なことをしてほしくありません。これ以上今回の事件に関わりを持ってほしくないのです。でも私たちユリアさんに女王様の助けになるように頼まれて。ありがとう。その心だけいただいておきますね。カシウス殿の留守中にあなたに万が一のことがあったら、今度は何とお詫びしていいのか。どうかロレントのお家に帰ってお父様の帰りを待っていてください。でもですが女王陛下、父カシウスが取り戻し、陛下が守り続けてきた平和が今まさに揺らごうとしています。ヨシュア殿、ゴスペルの件もそうですが、このまま大佐の狙い通り公爵閣下が国王となった場合、その平和はどうなるんでしょうか。そのことを考えていただきたいんです。あの女王様、私たち遊撃士になって父さんの代理で仕事をしました。それから空賊事件に関わって手紙が届いて
変な小包を開けて、そのまま各地を旅してきて、まるで父さんに背中を押されてここまで来たような気がするんです。だから私も守りたい、平和に暮らせる幸せな毎日を。今まで知り合った私の大好きな人たちを、女王様やお母さんたちみたいに私なりの方法で守りたいんです。エステルさん、本当にあの子の言う通りだったわね。え？私も覚悟を決めました。エステルさんたちを通じて遊撃士協会にあることを依頼させてもらおうと思います。女王様。陛下、何なりとおっしゃってください。依頼内容は情報部によって囚われている方々の救出です。これは私の孫娘であるクローディアのことも含みます。そっか、やっぱりお姫様もどこかに捕まってるんですね。ええ、思えば今回のクーデターは私があの子を次期国王として推そうとしたことから始まりました。デュナン公爵ではなくですね。ええ、こう言ってはなんですが、我が追いながらデュナン公爵はいろいろと問題の多い人物でした。大して未熟ではありますが、孫娘には光るものがありました。王国の未来を考えた結果、私はクローディアを推そうと心に決めたのです。姫様のことはほとんど知りませんけど、それってどう考えても正しい判断だと思いますよ。ですが、いつの世にも女性が権力を持つことに反対する向きはあるものです。ましてや大国から侵略を受けた記憶もまだ新しい現在、二代続けての女王による統治が結果的に国を弱くしてしまう、そう考える人物が現れたとしても何ら不思議ではなかったのです。なるほど、それがリシャール大佐ですか。その通りです。彼は私がクローディアを次期国王に推そうとしていることをいつの間にか掴んでいました。そしてその事実を公爵に伝えて今回のクーデターを決行したのです。全ては公爵を陰から操り、リベールを周辺の大国に劣らぬ強大な軍事国家にするために。なるほど、ようやく事件の全貌が見えてきました。強大な軍事国家にする、それって具体的にはどうするの？いろいろ考えられるよ。税率を上げて軍事費を増大したり、大量破壊を目的とした動力兵器を開発したり、大規模な徴兵制を採用したり、リベールでは認められていないイエーガーとの契約を合法化したり。そんな。まさに同じようなことを大佐は私に要求しました。それは純粋な愛国心から来る発言だと思えたのですが、私はどうしてもそれが正しいとは思えなかったのです。国を守っているのは軍事力だけではありません。他国と協調していく外交努力もそうですし、技術交流や経済交流を通じて諸国全体を豊かにすることだって国を守ることにつながるはずです。まさに陛下のおっしゃる通りだと思います。うんうん、お互いが信じ合わなくちゃ。ですが大佐はその考えをめめしい理想論と断じました。そしてクローディアの安全と引き換えに退位を要求したのです。多くの者が家族を人質に取られ、大佐に逆らえなくされています。ですが私は女王です。肉親への情のために国の未来を売り渡すことはできません。ただ
そうは言っても、あの子は私のたった一人の孫娘、見殺しにはしたくないのです。女王様、どうか安心してください。依頼の旨しかと受けたまわりました。必ずや姫殿下を含めた囚われの方々を救出いたします。ありがとう、エステルさん、ヨシア殿。これで大佐の脅しにも最後まで屈さずに済みそうです。あの他にも依頼はないんですか？ゴスペルの件もあるし、ここから女王様を逃がすことだって不可能じゃないと思うんです。ありがとう、エステルさん。ですが、私が逃げたところで事態が変わるわけではありません。それとゴスペルに関してはいくつか気になることがあるのです。私から大佐に真意を問いただしてみようと思います。なんというか素敵な方だったわね。優しげなのに芯が強くて、とても毅然としていて、私も年を取るならあんなかっこいいおばあちゃんになりたいな。かっこいいって、でも確かに一刻を治める風格を感じさせる方だったな。うん、本当はクーデターを阻止して女王様を助けたいんだけど、さすがにそれは遊撃士の領分から外れているからね。まずは僕たちの力でできることからやっていこう。うん、そうね。それにしても女王様から父さんのことを聞かされるなんて夢にも思わなかったわ。まだ私の知らないことがあったりするのかしら。エステル殿、ヨシュア殿、もう支度は終わりましたか？それでは急いで控え室に戻ることにしましょう。もう11時過ぎ、あと少しで日付が変わります。もうそんな時間？随分と長い間陛下とお話ししていたからね。これ以上長居したら見張りたちに怪しまれそうだ。ヒルダ夫人、今日はもうお帰りですか？ええ、そうさせていただきます。くれぐれも陛下に失礼のないようお願いします。これは手厳しいですが、どうかご安心を。我々は愛国の使でありますから。頼もしいことで何よりです。それでは私たちはこれで失礼させていただきます。どうも。失礼いたします。ああ、お嬢さんたち。え？そういえば名前を聞いてなかったと思ってな。一応聞かせてもらえるか？その…ほう、なかなか良い名前だな。あんたの雰囲気にも合っている。その…ありがとうございます。で、そちらの黒髪のお嬢さんは？カリンと申します。カリンというのか。なんというか可憐な名前だ。ありがとうございます。私もこの名前はとても気に入っています。そうか。そうだ、自分は特務部隊の。そのくらいにしてください。これ以上は下心ありとみなしますよ。いや、自分たちは。どうぞ気をつけてお戻りください。ああ、ヨシアってばモテモテね。あの連中、ヨシアが名乗ったら目の色変えてたもんね。そんなことないってば。君だって結構話が弾んでいたじゃないか。私の時はあの連中別に緊張してなかったもん。なんだかちょっと自信なくなっちゃったな。え？何を騒いでおるのだ。
これは公爵閣下。なんだ、助官長ではないか。うん、なんだその侍女たちは。見たことのない顔だが。新しく入った侍女見習いのレナとカリンと申します。まだ城内に不慣れなものでいろいろ案内しているところです。おや、気づかれた。まずいな、この人とは何度か会っているから気づかれてもおかしくない。なんだフィリップ、まじまじと顔を見つめて。堅物のお前にしては随分と珍しいではないか。これは失礼しました。私の目に似ていたので一瞬目を疑ってしまいまして。お嬢さん方、申し訳ございませんでしたな。あ、いえいえ。どうかお気になさらずに。見ればどちらもなかなかの上、特に栗色の髪の方は健康。黒髪の方はもう少々腰に張りが落ち。恐縮です、レナとやら、今夜の都議を申し付けるぞ。え、こ都議って何。なんて言えばいいのか。閣下、いくらなんでもおたわむれが過ぎますわよ。城勤めの侍女はすべて女王陛下に仕える身です。そのことをお忘れですか。わかったわかった、まったく冗談の通じないやつだ。ブー、どうせ一週間後にはこの城は私のものになるのだ。その時までのお楽しみに取っておくとしようかの。かっかん、いい加減になさいませ。暴飲暴食ならともかく、色に走るなど言語道断。このフィリップ、一命落としてお諌めさせていただきます。だから冗談だと言っているだろうが。もういい、今夜はとっとと休むぞ。さすがは閣下でいらっしゃいます。そちらが閣下の部屋です。足元にお気をつけください。ブー、うわ、そうだ、レナとやら、困ったことがあったら遠慮なく私に相談するがいい。次期国王自ら親身に相談に乗ってやろう。どうもありがとうございます。ういやつじゃ。愉快愉快。どうもお騒がせしました。多分閣下は明日の朝になれば何も覚えてらっしゃらないでしょう。どうかご安心くださいませ。そう願いたいものですわね。本当に申し訳ありません。夫人、お嬢様方、それでは失礼いたします。あの男と来たら相変わらず余計な苦労を背負い込んでいるようですね。あれ、ヒルダさんってフィリップさんと知り合い？幼い頃からの知り合いです。もっとも今では使える方も立場も隔たっていますが。そうだったんですか。確かにフィリップさんって見るからに苦労症な感じよね。公爵が大佐にそそのかされてる状況にハラハラしてるんじゃないかしら。その可能性は高そうだね。そういえばエステル、君だってモテてるじゃないか。
公爵は君の方が好みだってさ。なんだかちっとも嬉しくないんですけど。あ、ところで結局トギって何だったの？それはエステル殿、そのようなことを殿方に聞いて困らせるものではありませんよ。え？お耳を拝借。理解できましたか？はい。まったく無防備なんだから。ヒルダさん、シアさん、本当にありがとうございました。おかげで助かりました。いいえ、これも女王陛下に仕えるものとして当然の義務です。陛下の依頼についてはどうかよろしくお願いします。あの私からもお願いします。どうか姫様を助けて差し上げてくださいませ。あ、シアさんって確かお姫様のお付きだったのよね。はい。日頃お使いできる機会が少ないのが残念ですが、私のようなものまで友として扱ってくださるような、そんな気さくで優しいお方です。囚われの身になられたとお聞きしてから私夜も眠れなくて。そっか、絶対に助けるから安心して。それではこれで失礼します。こんな時間に何をしてらっしゃるのかしら。カノーネ大尉。こんばんは。いくら招待客とはいえあまり感心しませんわね。子供が夜歩きをするには遅すぎる時間ではないかしら。申し訳ありません。城内が珍しくて見物していたらつい遅くなってしまって。あら、それは結構だこと。では30分ほど前までどこを見物していたのかしら。参考までに聞かせてくれませんこと。なかなか素直で結構なこと。まあ戯れはこのくらいにしておく。実はあなたたちが何度かメイド部屋に出入りしているのを見かけたという報告が入っているの。あんな場所を見物するなんておかしいと思いませんこと。ま、知ってて質問するなんて随分人がお悪いんですね。褒め言葉として受け取っておきましょう。それでメイド部屋に何の用事があったのかしら。正直に答えた方がよくってよ。それは。おー、エステル、ヨシュア、こんなところにいやがったか。ジンさん。しみ当たるね。うわ、ヘベレケ。あっと、こら失礼。誰かと思えば別品の女士官どももご一緒でしたか。いやー、なんと言いますか、妙な偶然もあるもんですな。そうですわね。それでどうしました。俺の未熟な弟子どもが迷惑をおかけしましたかね。弟子って。いえ、彼らがメイド部屋にしばらくいたそうなので保安上の理由で何をしていたのか聞かせてもらっていたのですわ。ああ、そりゃあれですな、ちょうど酒のつまみがなくなって取りに行かせてたんですよ。おい、よしゃ、なんか食えるもんあったか。いえ、
もう料理人の方々は帰ってしまったみたいで、次女の方に聞いたんですけど、すぐに用意できるようなつまみの類はないそうです。まあ仕方ねえな、つまみなしで我慢するか。おっと、いいこと思いついた。よかったら俺と酒に付き合ってもらえませんかね。美人の笑顔は最高の酒の魚と言いますしな。任務があるので遠慮させていただきますわ。先ほどの一件は不問にいたしますけど、今夜はもう部屋に戻ってこれ以上出歩かないことね。不審な行動をした場合取り調べさせてもらいますよ。わかりましたってば。もう遅いので休ませてもらおうと思います。素直でよろしい。では我々はこれで失礼しますわ。あらら、振られちまったか。仕方ねえ、とっとと部屋に戻るとするかね。うん、僕たちも一緒に戻ります。やれやれ、どうやらうまいことごまかせたみたいだな。え、ジンさん酔ってたんじゃないの？あれは演技だ演技。酒なんざ一滴も飲んでないぜ。嘘、顔だって赤かったし。気を巡らせて血行を良くし、酔ったように見せかける。東方武術における気功というものじゃないですか。ほう、そんなことまで知っているとは驚きだぜ。ま、困ってたみたいだからちょいと口出しさせてもらった。どうだ、助かっただろう。もうジンさんってば、ほんと人が悪いんだから。確かに助かったけど、ほんとに驚いちゃったんだからね。へえ、悪い悪い。それでどうだったんだ？ん？どうだったって何が？決まってるだろう、女王陛下との会見のことさ。もしかしてエルナンさんから何か聞いていたんですか？受付の兄ちゃんからは何も教えてもらってないぜ。まあ鎌をかけさせてもらったというところかね。鎌って、何の情報もなしにそんな推測はできませんよ。ジンさん、あなたは何を知っているんですか？ようやくこいつをお前さんたちに見せられるな。この筆跡は。ま、とりあえずそいつを読んでみてくれ。大体の事情はわかるはずだ。うん。拝啓、ジン・バセック殿。ご無沙汰しているが、お元気だろうか。急いでいるので、ざっくばらんな書き方になることを許してほしい。実は、イエーガー絡みの事件で、帝国方面に向かうことになった。しかしリベール国内でも妙な勢力が動き始めているらしく、若手だけに任せるのは少々心もとない。そこで君に頼みがある。私の留守中リベールに来て、何かあったら若い連中を助けてやってもらえないだろうか。君はリベールは初めてらしいから、物見遊山しながらでも構わない。女王生誕祭の前には外国人も参加できる武術大会も開かれるから、いいカモフラージュになるだろう。突然の話で戸惑われると思うが、もし手が空いていたらお願いする。女王生誕祭までには戻るから、その時にはまた一緒に飲もう。カシウス・ブライト。追伸、もしかしたら私の娘と息子に会う機会もあるかもしれない。ギルドの見習いをやっているので、その時は遠慮なく鍛えてやってくれ。
少々のことなら手を貸さずに自分の力で切り抜けさせてほしい。これってジンさんは父に頼まれてリベールに来たんですか？そして父は今エレボニアの方にいるんですね。まあそういうことになるな。そういうことになるなって、要するにジンさん父さんとグルだったんじゃない？グルとは人聞き悪いね。カシウスの旦那にはあの人がカルバードに来た時にいろいろとお世話になったんだ。いつか借りを返したかったからこの手紙は渡りに船だったのさ。そうだったんだ。いつ僕たちが父の子供だと分かったんですか？最初に会った時にエステルが棒術具を持ってたからなんとなくピンときてな。キリカに聞いて確信したわけだ。まったく、一言ぐらい教えてくれてもよかったのに。私たち父さんの行方がわからないでずっとやきもきしてたんだからね。それについては悪いと思ってる。ただ文面からカシウスの旦那が帝国に行くことを隠したがってるような気がしてな。しかしどうやらお前さんたちだけででかい仕事をやり遂げたみたいじゃないか。あ、うん。ねえヨシュア、もう話しちゃってもいいよね？うん、こうなったら事情を話した方が良さそうだ。僕たちだけで済ませるにはあまりにも大きい話だからね。なるほどな。晩餐会での話を聞いてきな臭いとは思っていたが、よし、その依頼俺も手伝わせてもらうぜ。え、いいの？ああ、カシウスの旦那に恩返しする絶好の機会だからな。どうか俺にも協力させてくれ。あ、私たちの方からお願いしたいくらいだってば。改めてよろしくお願いします。こんな場所が存在していたなんて。予想以上の規模だな。ロランス少尉、最深部まで案内できるか？了解しました。おお、機械の化け物。ほう、古代のオーバーマペットか。すごい、あんな化け物を一刀で。君の方が反応は早かったようだな。やはり本気の君にはあまり勝てそうな気がしない。ご謙遜を。さすがは牽制より受け継ぎし神速の居合。しかと見せていただきました。まだまだ未熟だ。だが時代の流れはあまりに早く、未熟者の成長を待ってはくれない。なんとかこの拙き両手で王国の明日を切り開かなくては。勇者たちよ、大いなる力への道は開いた。我らが愛するリベールの輝ける夜明けはもうすぐだ。諸君の働きに期待する。了解であります。我ら特務兵一丸となって大佐のために尽くす所存です。リベールの栄光のために。リベールの栄光のために。状況は理解できました。エステルさん、ヨシュアさん、本当によく。まさか
女王陛下直々の依頼を受けてきてくださる運が良かっただけよ。でもここから先は運じゃ乗り切れないかも。うん、気を引き締めてかからないとね。それが分かっているのであれば私から言うことは何もありません。ともかくこれでラッセル博士の依頼は達成ということになりますね。今後も何かとご利用でしょうし。さて、それからあなたがカシウスさんに招かれて来てくれたというのは良好でした。永久遊撃士としての力をどうか。ああ、そのつもりだ。旦那への借りを返す以前にこんな大事件は放っておけんよ。最後まで手伝わせてもらうぜ。さすがジンさん、太っ腹。ところで永久って何？声優劇士の実力を表すランクのことだよ。一番下の G から A までの7段階に分かれているんだ。それじゃあ A 級って最高なるジンさんってそんなすごい遊撃士だったんだ俺なんざ A 級の中でも下っ端の方さ。それに A 級は大陸全土で20人くらいはいるんだが、その上に実は非公式で S 級というランクがあってな。これは国家的な事件を解決した遊撃士にしか贈られない称号なんだ。大陸全土でも4人しかいない。どれだけすごいのか想像もできないんですけどどうやらお前さん何も知らないみたいだな。その一人ってのがカシウスの旦那のことだぞ。まさかヨシアも知ってたんじゃないわよね。ごめん、実は知ってた。5年前に共和国での事件を解決してそうなったみたいだね。はあ、もういい加減怒る気もしないわ。王国軍大佐だの、影の英雄だの、牽制だの、 S 級遊撃士だの、そんなにすごかったんだったらとっとと帰って今回の事件も解決してくれりゃいいのに。その通りかもしれんな。そもそもあの旦那がいたらここまで事件が大きくなる前にクーデターを潰していたかもしれん。ヨシア、どうしたの？少し妙だと思ってね。一連の事件は全部父さんが旅立ってから起こったことだ。まるで父さんの留守中を狙ってクーデターを起こしたような、そんな印象すら感じるんだ。旦那が帝国に向かったのもクーデター計画の一環だった。つまりそう言いたいわけか。いえ、さすがに考えすぎでしょうね。あの父さんを気づかせないように誘導するなんて可能とは思う。よほど父さんの動きを把握してその裏をかける人物じゃない限り。確かにそうかもね。私なんて近くにいたのに何をしていたのか知らなかったし。まあ旦那の裏をかけるなんて例の大佐にも無理だろうよ。多分2つの大きな事件が偶然に重なっただけだろうな。いずれにせよ頼みの柱たるカシウスさんの力は借りられません。ですから私も覚悟を決めました。これより遊撃士協会オート支部は緊急体制に移行したいと思います。なんといっても女王陛下直々のご依頼です。規約第3項、国家権力に対する不干渉の枷はこの時点でなくなったわけですが、それでも軍とギルドでは根本的な戦力が違いすぎます。ジンさんはもちろん、オートにいる他の遊撃士全員にも協力していただきましょう。なるほど、確かに情報部と喧嘩するならそのくらいの戦力は欲しいわね。できれば他の国内支部にも協力してもらいたいのですが、今日になって関所や発着場が軍によって完全にテロリスト対策という名目です。え？実質上の戒厳令ですね。
いよいよ敵さんの動きも本格化してきたってことだな。おそらく潜伏中の親衛隊や我々の動きを封じるつもりでしょう。人質救出は手持ちの戦力だけで行うしかありません。正直きつそうだけどやるっきゃないわよね。ところで人質が捕まってるのは具体的にどこか見当が。そうですね、先ほどからいろいろと考えてみたのですが、やはり一番怪しいのはエルベリキューだと思います。エルベリキュー、森の中にある王家の建物ね。可能性は高そうですね。テロ対策という名目で特務兵たちが使っていたし、それに王族の女性をレイストン要塞のような場所に監禁はできないと思います。ただ相手が軍なだけに確実な情報が欲しいところだな。間違いでしたで済む相手じゃない。ええ、どちらにせよ王都にいる他の遊撃士たちをここに集めなくてはなりません。そこで彼らに声をかけながら情報を集めていただけませんか。確かエステルさんたちは雑誌社の記者さんとお知り合いだったはずですね。あ、ナイアルのことね。確かに何か情報がないか聞いてみた方が良さそう。それと潜伏中の親衛隊にもできれば協力を要請したいところです。こちらの線も当たっていただけると助かります。ということはシスターになりすましているユリアさんに連絡を取るのね。紹介状の件で助けてもらったし、一度報告した方が良さそうだね。じゃあ大聖堂も訪ねてみようか。王都にいる他の遊撃士はクルツさん、グラッツさん、カルナさん、アネラスさんの4名です。酒場や普段使うお店、あとホテルなどにいると思います。見かけたらここに集まるように伝えてください。うん、オッケー。それでは早速出かけてきます。